皆さんこんにちは、アンジーです。こちら中島公園駅の前の通りですね。通称九条通りと私は認識してますが、こちらを西に向かって走っております。四天通りも越えてずっとまっすぐ行きまして、エネオスの見える角を左に曲がっていきます。こちらが石山通りですね。この石山通りを南に向かっていきまして、南11の西11の角を右に曲がります。で、今回看板見えてなくて申し訳ないのですが、この先もうちょっと行った右手にございます、末広湯でーす。サウナーズ、はい。冬はやっぱし寒いなっていうわけでねこういう時だからこそ風呂でございますよ。温まりたい、温まりたい。早速本日はこちらでございます。はい、どうも末広湯です。ありがとうございます。ラジウム、なんかすごいですね、この硫黄ってこんな、医学の王と書いて硫黄です。なんかすごくないですか、なんかこの硫黄っていう字、なんかすっごいもうなんか元気、いろいろ元気になっちゃうんじゃないかなっていうね。いろいろね、いろいろね元気になっちゃったしね、硫黄ラジウム元気になっちゃったしやっちゃったしやっちゃったりなんかしていや、やっちゃったし帰ろ帰ろ帰ろ行きましょう。行きますか。行きましょう。それでは、末広湯さんの、店主でいらっしゃいます前田さんにちょっとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。この末広湯さんなんですけど、はい、創業はどれぐらいなんですかね。ね、うちになってから56年だと思います。56年、で長いですね。でもその前の方が88歳のおばあちゃんが近くにいるんですけど、はい、その人がお風呂をやり始めたのが、7歳で、7歳こちらに引っ越してきた時には、はい、ここはもうボロだったって話なので、あ、じゃあそれをこう配置してその方がされて、で、それをまたうちで買って、で、うちが指定みたいな、結構古い歴史だと、もうすごい長いってことですね。だから定年したことあったじゃないですか、イブリエ自身に。うち割と早くって、で、あっちもこっちも、なんていうんですか、信号機止まってたんですけども、割と皆さんに利用していただいて、すごいで、この末広湯さんの、はい、おすすめのポイントを伺いたいんですけど、おすすめはですね、皆さんが、はい、うちの水風呂だそうなんですよ。あ、水風呂がおすすめで、水風呂って、はい、ブクブクってなってるのがあって、はい、
より一層冷たく感じる。感じるんですね。あ、ちなみに私は入りませんけど。入れないんですか？あんなの入って死んじゃいますよ。あ、そうですか。いや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 だ。だからその分サウナもね、暑いんで。暑い。でも三上さんはそのサウナもそんな好きじゃないってことですか？私ですね、はい、あのサウナ入らないですから。店主の方はもうサウナも水風呂もなんか好きなのかなっていうイメージ。そういう全然そうじゃないですね。もう真逆ですね。もうむしろ嫌っていう感じの。あんな冷たい水風呂に入る人気が強くなって。でもあの来てくれるお客さんからはもう水風呂がいいと思います。そうですね、あの水風呂何があんなにいいんだかって。なんか冷たくて、それでなんかこうブクブクって出るのがいいらしくて。これ、ね、水風呂がいい。まあ、おかみさんちょっと良さがちょっとわからないみたいな感じけど、僕は入ってほしい、ね、ぜひ正解を知りたい方はね、末広さんに水風呂、ブクブクの水風呂に、入ってほしいというわけでございます。末広さんの店主でいらっしゃいます前田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ほらもう夜じゃん。暗っていうわけでね、いただきました。風呂の方ね、イオラジウム風呂、なかなかね、こう厚めの。そうですね、お湯で厚めでした。こうね、来た時とね、こうあと全然こう違いますよね。自分もチャックちょっと開けれるぐらい余裕が。ね、それぐらいあったかい、ポカポカ状態。いいですね、ここね。サウナも何度でしたっけ？ 100？ サウナ室の方はメーター上100いってました。100いってましたよね。すごい暑かったです。こんな湯の方は95ぐらい。あ、でも結構メーター上は。でも体感そこまでじゃない気がしたけど。あ、もうこれだんだんとレベル上がってんじゃないですか。これ多分レベル上がってると皮膚がもうそういうことか。そういう、もう90度台のもう皮膚になってます、ね。ちなみに上段下段だったら座り分けとかもしない？うん、最初下段でゆるゆると、うん、2回目の途中から上に上がり、上が2回目で水風呂ザブして、水風呂の温度もすごいちょうどよかった。ちょうどよかったですよね、うん。バイブラ感はブクブクはしてる。そうね、してました。ちょっとのバイブラです。すごいブクブクじゃなくて、なんかペリ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 って、羽衣こうペリペリプリプリプリブラペリブラペリブラって何？ペリブラね、あれをペリブラって言えばいいのね。ペリブラの水風呂がある。よかった。いや、とても良かったでございます。さあ、さて、まあそんなわけでね、おそらくアンジーなんかはもうお腹なんかもう何を迎えようかって。オッケー、じゃあ行くか。行きましょう。ご飯行きましょう。試し。焼肉定食。焼肉定食、納豆、冷ややっこ、塩辛、松前漬け、どれか付きます。松前漬け。松前漬け、はい、はい。あと、アイスコーヒーとコーラ。アイスコーヒーとコーラ。以上で、はい、お願いします。おう！焼肉定食。はーい。わー、ありがとうございます。はい、すごい。はい、おめでとうございます。いただきます。いきます。
鉄板っていうのがいいよね。どうも、ありがとうございます。うまい。うぇー。そりゃそうさ。はい。ね、中盛り出たからね。これで中盛り。これで中盛り。中と50円増しでこれ出たからね。怖い。怖い。なるほど。お疲れ様です。おいで。渋子が